今、緊急で動画を撮っております。この度ですね。エルデンリング DLC に関してですね。ものすごい情報がですね。出てきました。その、ものすごい情報とは。新たなボスが公開された。アセヒト諸君は言うだろう。マジリピと。マジリピ。こちらをご覧いただきたい。これは、海外におけるエルデンリングの公式アカウントが、2024年5月17日にポストしたものだ。ポストに書かれている内容を和訳すると、影の領域では、計り知れない力を持つ敵が、あなたを待っています。ということで、一枚の画像が添付されている。その画像を拡大すると、こんな感じだ。なんじゃこいつ。やばすぎやろ。めっちゃまがまがしいやんけ。っていうか、いきなり新情報公開すな。心臓に悪いわい。ということで、今回は、この敵について、少しだけ考察してみよう。この敵、じっくり見てみると、様々な可能性を感じさせてくれる。まず、一つ目は、死亡自説である。同じように思ったアセヒトも多いのではないだろうか。死亡自とは、ゴッドウィンのことを指すが、オープニングの紹介ムービーにおいて、黒木刃によって、葬られていることがわかる。そして、深き根の底の最深部において、死亡自と思われる死体が置かれている。この、オープニングの画像と、死亡自の死体の画像と、今回公開された、敵の画像を見比べてみると、ポーズが一致している。また、髪の毛についても、なんか死亡自っぽい。色は微妙に違うが、ロン毛で、ちょっとサラサラだ。なので、死亡自説は濃厚であり、ほとんどのアセヒトもそう思ったことだろう。しかし、腕輪の部分をよく見ると、死亡自の死体は、リング上の腕輪であるが、この敵の腕輪については、長細い腕輪であり、微妙に異なる。なので、死亡自である可能性は、少し下がる。その見た目から、あえてミスリードしているのではないか、と、トマトちゃんは睨んでいる。実際、死亡自は死亡しており、形もものすごく変形してしまっている。ここで死亡自が登場するとなると、何らかの不思議な力で復活し、誰かに操られている。という説も考えられる。次に、二つ目の説を考えてみよう。二つ目の説は、獅子舞の中身説。である。獅子舞とは、以前公開された、DLC トレーラーに登場した敵キャラだ。今一度、DLC トレーラーを確認してみよう。お分かりだろうか。こいつ、裸足。そう、こいつ、裸足である。また、ついでに言うと、腰巻きのひらひらも、獅子舞の体の布と似ており、獅子舞の背中の角みたいなやつも、頭に生えているやつっぽい。なので、この敵については、獅子舞の中身なのではないか。という説も濃厚になってくる。おそらく、第一形態が獅子舞で、第二形態が、この敵なのだろう。獅子舞を脱ぎ捨てることによって機動力を上げ、プレイヤーを上に苦しめてくるのだろう。なんかマリケスっぽい。さて、次に考えられるのが、モーグとモーボットの関係者説。であろう。これはもう、説というか、正直、確定している。というのも、先ほどの説で話した通り、
この敵の頭には、角が生えている。この角、イミコに生えるものであり、この時点で、何らかの関連があるに違いない。また、今回は、モーグを撃破した後の、謎の眉が DLC の入り口となっているため、何らかの形で関係してくるのは確かだろう。もしかすると、イミオに関係の裏トップみたいな、影の王みたいな位置づけで出てくるかもしれない。そして、最後の説。これまでの説、全部合体説。である。アセヒト諸君は言うだろう。マジリピと。マジリピすなわち、この敵は、獅子舞の中身で、使用時で、イミコである。という感じだ。おそらく、使用時の死体に、イミコの力が寄生し、獅子座体を操っている。ということだろう。また、この敵の形をよく見ると、なんとなく、地球の形にも見えてくる。DLC の入り口である眉は、胎盤と思われる骨の上に置かれており、もしかすると、DLC のコンセプトとして、新たな生命の誕生、というものが設定されている可能性がある。そうなると、地球の形をしたこの敵は、DLC における、重要なポジションを担っており、この敵を倒した後に、何かが生まれる。もしくは、この敵自体が、生み出された。そんな敵なのではないかと思われる。また、この敵が持っている武器。丸い形をした刀を二つ持っているのだが、おそらく、こいつを倒した際に入手できる強くを、円卓のエンヤバーさんと交換した際に、入手できるのではないかと睨んでいる。しかもそれは、新たな武器種ではないかと思う。DLC では8種類もの武器が追加されるらしいが、そのうちの一種が、は刀二刀流。ということだろう。全方向へのスピーディな攻撃や、刀をブーメランのように投げる遠距離攻撃など、面白い動きを見せてくれるかもしれない。これは、めっちゃ熱い。と、今回は、新たな敵に関する情報と、その情報に対する考察について、ご紹介した。先ほども言ったが、いきなりの新情報であり、しかも、めっちゃ重要そうな敵の紹介であったので、心臓に悪すぎる。ただ、嬉しい悲鳴であることは確かなので、これからも、いつ新情報が出てもいいよう、しっかりと構えておくのが良さそうだ。実際、DLC の発売まで、もうあと少しであるのだから。もし、この敵に関する考察について、アセヒト諸君の考えがありましたら、コメントいただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。ワクワクが止まらねえ。